一番最初のきっかけとしては、まあ、友人が清原さんたちの業種ほど実習生の受け入れを始めた方がいいんじゃないですかっていうところから始まったんですね。でその当初は全くその人に関しては心配なかったです。ただし話を聞いた時にですね、全く違和感なく、まあ、そやってみようかっていうのは2つ返事で始めたのが最初です。だから困ったから入れたんじゃなくて、困る前に言われたことを素直にやったのが正直な答えです。すぐするをモットーに、まあ、思ったら動いた方が早いのかなと思って、2ヶ月後にはベトナムに面接に行きました。まあ、行って非常に大歓迎されたんですね。日本の文化、まあ、そういうのも非常に称えてくれて、まあ、非常に友好的な国だなというのはそのように感じました。今はなくてはならないものに変わってきました。最初はプラスアルファで考えてたものが、まあ、業務の一部になってくるスタッフに変わったんで、まあ、そこの存在は非常に大きいです。で当然みんな若くてなおかつ勤勉なので、まあ、成長のスピードも非常に速いです。だから逆に当てにできることがたくさん増えてきました。まず受け入れに関してはあまり複雑に考えずに、まあ、シンプルに考えた方がいいと思います。で何事があるときには、まあ、そんなに素直に受け止めて、クリアできること、可能性のあることを考えていただければそんなに大きな問題にはなりません。で実際受け入れている企業の、まあ、実例判例はあるので、まあ、そういうときにはどしどし質問を投げかけてください。いろいろ回答できる分に関してはお答えしたいと思います。とにかく前向いて進みましょう。日本に来る前には、ベトナムに会社、石鹸の会社で働いていました。両親は助けるために日本に来ます。寂しいも心配もありました。日本人は優しくて、仕事の中で分からない時は優しく教えて、今は、カニ並べとエビ並べと魚並べと、放送します。大変でしました。いろいろありました。わからない時はメモにしました、書きました。今はどんどん仕事は毎日やってるからどんどん覚えてます。お金稼ぐと生活できると家族も助けて、自分の好きなのものは買えます。今の目標はまだ2年で産婦人で頑張って仕事にして、日本語を覚えて、ちょっと自分の好きなのことをねできるように頑張っています。一番は興味があるのは料理作るのことです。家族と離れて寂しいですけど、親に助けるできるように頑張っています。家族はどんどん強くなってます。よかったです。頼みます。